皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンです。はい、今回は総集伝、これを復習していこうかなと思いますね。言葉に力が入ってしまいましたが、五家伝中僕が一番好きな伝法なんですね。で、厳選した3振りをご紹介するわけなんですが、いっぱい紹介したいんですよ、本当はね。でもね、そうするとね、皆さんの頭ね、総集伝だけでね、いっぱいになっちゃうから、今回はもうね、こう、悔しいって思いながら3振りね、選んでみました。まあ、どれも素晴らしいですよね。期待してご覧になっていただきたいんですけれども、その前にね、総集伝ってなんだっけっていうのをね、ちょっとね、復習してみましょうかね。はい、総集伝っていうのは鎌倉時代中期頃に神奈川県で生まれた伝法でしたね。地肌は炒め肌を主体とし、とても力強い印象を与えるものが多いともお伝えしました。刃文は乱れ刃やひたつらが多く、金筋、稲妻、砂菓子などの覇中での特徴が多く見られるなんていう特徴もありましたね。切っ先は扇っ先となることが多いっていうのも、これもまた特徴というか、もう特徴だらけなんですよね、総集伝ってね。はい、で、一言で言うならば、とにかく力強い印象を与えるね、この一言でしょうね。はい、こんなね、総集伝ですが、まずはこの方をご紹介しないわけにはいかぬ、政宗ですね。はい、政宗によって考案されたとされる総集伝ですがね、今回ご紹介する、まあ復習する政宗はとにかく綺麗、山城伝寄りなんですよね。だから総集伝の一番最初ってこうだったんだっていうのが分かっていただければ、もうそれで OK なんですけれども、では復習のためにね、もう一度政宗を一緒に見てみましょう。それでは研ぎ締め線で刀見ていってみましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ初めに中子の様子を見せてもらっていいですか。はい、穴をですね、吊り上げだよね。吊り上げですね。そして一番下の穴、はい、四角いよ。あ、これ古いんだよね。繋がって鍵穴みたいになってる。あ、そうそう、ね、ちょっと面白そうです ね。じゃあね、今日はもう一個はばきも見てみましょうよ。はい、よいしょ。これいいよね。かっこいいっすね。重厚だよね。うわ、かっけえ。いいよね、素晴らしいです ね。さあ、では刀身全体の様子から刃文のスタイリングなんていうのを見てみましょうか。これ長いから大変でしょう。どういく？こうかそうだね。ああ、重そう。きつい。これは大乱れなのかな。うん、そうですね。ちょっと待ってください。支えちゃって、うん。重いよね、これね。どうだ。のたれ風にも見えるけど、実はこれ覇中がね、すごい働きになって乱れてるんだよね。そうですね。ということは、そういう様子をこの後ね、うん、拡大してって見てみましょうか。はい。では、もう一度はばき元に戻ってもらって、はい、拡大します。さあ、ピントが合うかな？お、いいかな？どうする？いい感じかな？うん。多分大丈夫。あ、そうですね。合ってますね。はい。はい、じゃあそのまま上行ってみましょう。肌はこれは、これは小木目、小板目、うん、まあよく鍛えてある地金ですね。で、今そこ無地っぽく見えてるところあるじゃないですか、はいはい、これ地に絵ついてるよね。かなりね、ちょっと白っぽく見えるもんね。肉眼だとここ真っ白に見えますよね。そうだよね、はい、あ、これは綺麗、すごい綺麗。
素晴らしいですね。ねでね、今匂い口、はい、それさ、下の方はさ、はい、ちょっと匂いっぽくも見えるところあるけど、はい、荒れてるって言ったら変だけど、煮えなのこれ？煮えですよね。煮え で、うん、で砂ガスとか、そうそう、ね、その線が白く見えちゃってんのか。あ、そうです、そうです。あ、はい、そっか。いや、すごいねこれ。さすがですね、うん、だから、うん、匂い口自体はこれ煮えがメインなんだよね。そうですね。で、小煮えがついて、その小煮えの部分が、あの砂菓子って言ってね、煮えの集合体だよね。そうですね。とかになったりしてるのが、もう波中、白い波紋の中にいっぱいあるんですよ。もっと派手なとこ出てくるかもね。ね。で、あ、優しいお肌だね。ね、いや、綺麗、すっごい綺麗です。地形も入ってる？入ってます。うわ、まあこれ魅力ですよね。すごいね、細かい地形が入るのは。すごい、ここら辺地に熱いよこれ、うん、白いもんね、うん、いや、すごい。これも若干映り出てるね。出てますね。山城系の映りでしょうね。そうですね。優しいですね、うん。うん。焼けたような映りではないもんね。そうですね。だから大和系の映りではないっていうのが分かりますね。うん。波中もやっぱりうね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 と動いてるようですよ。ですね。さあ、そろそろ切っ先行けるか。長いから大変だね。どこまで進んでるのかよく分かってないですからね。そうだね。あ、映りすごい綺麗。ねえ、うん、あ、ほら喫茶機来たよ。あ、ちょっとゴミが、まあいいか、うん、そのまま行っちゃいましょう。 危ないですね、危ないからね、うん、さあ、はん、お、これは、うん、なんか吐きかけっぽくも見える。これあれですよね、火炎、うん、ですよね。ちょっと反対側見てみます。はい、まあ、立ちでいう表だよね。はい、見えるかな。どうだ、どうだ。あー、うん、火炎なのかな。どうだ。そうですね、うん、うん、火炎です。あ、小丸にも見えるんだけど、うん、ちゃんと上がこうボーボーっとこう燃えたようになってます ね、 ですね。はい、では下行きましょう。あ、映りいいね。ねえ、いや、肌綺麗これ。波中の働き、やっぱこっちも見事ですね。あの、華やかだよね。ですね。肌は滑らかで、波中は華やかに、こう激しいって言ったらいいかな。うん、すごい、そのコントラストがすごいよね。ね、うん、いや、綺麗だね。もっと派手だと思ってました、あの政宗って。ね、うん、政宗本人もそうだし、うん、その子供の定宗もそうだし、はい、まあ、お父さんの方の、うんうん、あれもやっぱりおとなしいんですよね。山城本位だもんね。うん、うん、だから総集殿の創始者だけれども、やっぱ山城が強めだったんだね、この頃は ね、 うん、この高台になってね、やっぱね、若干ね、変わってくるから ね、 ね、ブラッシュアップされていくからね。さあ、ゴールが見えてきたようです。はい、はい、では反対側の中子の様子どうでしょう。はい、こちらも無名ということですね。はい、はいはい、ありがとうございました。はい、長くて重くて大変でしたね。やばいですね。はーい、はい、はい、よいしょ、ありがとうございました。それでは細かく見ていきましょう。はい、大すり上げ無名政宗。政宗は五郎入道政宗、岡崎政宗、岡崎五郎入道とも称され、日本刀史上、まあ、最も有名な刀工の一人ですよね。うん、うん、これ入道っていうのは、うんうん、仏門に入ったとかそういう意味合いでいいんですか、ね、そういうことです。はい、はい、政宗の人物像や政宗作の刀についてはさまざまな逸話や伝説が残されているほどです。うん、現在においてもゲームやアニメ、漫画の世界で政宗の名を聞いたことがあると思います。
本作の伝法でもある総集伝を確立した刀工で多くの弟子を育成しました。政宗の名は日本刀の代名詞ともなっており、その作風は後世の刀工たちに多大な影響を与えました。そうだ、そうだね、これはね、いやもうどんだけね弟子いてね、政宗実徹とかね、そうだよね、うん、現存作品のうち国宝は刀4振り、短刀5振り、他に御物、重要文化財、重要美術品などが多くあります。一人の刀工で数多くの国宝や御物に指定されていることからも、伝説的、英雄的で偉大な刀工であったことが伺えますね。これすごいね。すごいですね。なかなか他の刀工さんだとここまではないかな。うん、そうですね。作刀年代は鎌倉時代末期から南北朝時代初期頃、今からざっと700年前となります。刀剣の時代区分としては古刀、伝法は総集伝となります。じゃあ次にね、中語見てみましょうか。はい。はい。どうやら作刀者の名前はありません。ですので無名となりますね、うん、政宗とされる作に名が入っているものっていうのは極めて稀で、うん、その多くは無名または本阿弥家などが鑑定を行った金蔵眼名が入ったものです。でね、調べました、はい、罪名のものね、うん、っていうのは短刀で数振り、うん、太刀や刀では重要美術品指定の木下政宗たった一振りだけだそうです。だって担当は分かりますよ、すり上げないからね、うん、そうだから、うん、結局使ったから名前がなくなったっていう風に ね、うん、考えられますよね、うん、使ってたんですよ、そういうことです、うん、はい、じゃあね、次に目くぎ穴の数に注目しましょうね、はい、今回は5つですね。いやですのですり上げが施された太刀ということになります。これ多いよね、5つはね。多いね。穴ぼこだらけっていう感じですもんね。そうね。そうね。でね、いつもとさ、5番がちょっと違うでしょ。ああ、なんかね、形が、はい。そうなんです、うん。円形ではなく四角形の穴になってるの分かりますかね。ね、うん。こういう目くぎ穴は、マス型とかね、マス型なんて呼ばれるもので、うん、時代的には南北朝時代以前の刀剣に見られることがありますが、あんまりないかな、見かけないかな。私たちあれですよね、あと刀で1個しかわかんないな、ね、うん、担当だよね、あれね、そうですね、担当ですね、しかわからないので、これ結構レアな目くぎ穴です。で、あの皆さんが目にする現在の目くぎっていうのが登場する以前は、刀装具の一つである目抜きが目くぎの役割をしていたんですね。まあ、ここでは軽くそこまでしか触れませんけれども、このマス型の目くぎ穴については別動画ご用意して解説する予定ですので、合わせてご覧になってみてください。はい。続いて大牌を見てみましょう。はい、本作は、すり上げがされている太刀となります。ですので、すり上げ前の姿であった場合の反りの位置を再現してみましょう。はい、はい、まずこうだよね、うん、まあ、こうだったでしょう、大すり上げですね、だからやっぱりね、長いなちなみにこれはだいたい波長、あの歯の長さね、はい、90センチくらいになるようにするとこうです。あ、もっと長かったかもしれない、30ぐらい、そう、あ、これでかいよ絶対、でかいですね、うん、でね、次反りの中心位置を見てみるんですが、はい、今回はあの今までね全身の中心、うん、位置っていうのを見てたんだけど、刀身の中心っていうのを取ってみました、はいはいはい、はい、刀身の中央ここね、うん、で刀身の中央付近に反りの位置があって、うんうんうん、ちょっと反りは浅いんですよ、ちょっと浅めですよね、そうなんだけど、うんうんうん、この中央に近い、もしこれ全身だったとしたらぴったり中央くらいなんです。ああ、はいはいはい、そうだよね、中央っていう文字が左にずれるから、うん、なのであの前と同じなんだけれども、うん、こういうのね中反りなんていう風にね言うんですよ。で、鳥居反りとか京反りっていうものと同じです。はいはいはい、ね、
以前ご紹介した、うん、あの粟田口久国とか、うん、五条っていうのはもっと反りの強い鳥居反りでしたよね。うん、なのでね、ぜひねそちらともあの比較対象してみてください、うん、ね、だからこれをなんつうの鳥居反りっていうと鳥居じゃないじゃんっていう風になっちゃうから中反りって言葉があるのかな。中反りって言いますよね、こういうのね。鳥居反りだとやっぱりそっちのあの京都とかの方のあれですよね、刀になるんで。そう中反りですね。ですよね。はい、続いて刀身の様子見てみましょう。はい、はじめに刃文見ますよ。はい、具の目になる部分とかのたれっぽくなる部分が混在していますよね。うん、このような刃文は大乱れと呼ばれます。次に刃文の中、まあ、刃中なんて言いますけどを観察しますよ。何やらね、あの太さの違う黒っぽい筋下の方ですね、うん、見えるの分かりますかね。うん、ありますね。そうで、細い方は金筋、うん、太い方は稲妻なんて呼ばれるんですが、あのどちらもね、うん、あの煮えの粒がギュッとこう凝縮して線に見えているっていう現象なんですね。ただね、これあの金筋ってもっと細いんです本当は。あ、でもっと短いの、うんうん、なんだけど、うん、もう融合しちゃっててそうだから金筋が稲妻になりかけてるし、じゃああれですね、小さい稲妻と言っても過言ではない。そういうことです、そういうこと。なるほど。でさらに言うと、うん、この今度全体として金筋とプラス稲妻っていう風に見た場合って、うんうん、長谷部で紹介した砂菓子になってるんですよ。あもうねひっちゃがめっちゃが状態です。あ、面白い。全部混じってますこれ。いいな、うん、なのでまとめますよ。はいはい、はい、大乱れに金筋、稲妻、砂菓子、激しく混じる。あ、素晴らしい。って言うしかないですこれ。ね、こういう言い方をしましょうね。じゃあね、続いてね、匂い口見てみましょう。はい、ね、あ、これ、うん、これわかるかな、うん、いきますね。はい、上側ね、粗めの煮えの粒となる煮えと、うん、はいはい、下側ね、うん、小さな煮えの粒になる小煮えがね、混じってんの。まんまね。そう、ハーフ&ハーフで。そう、ハーフ&ハーフなんですこれ。うん、でも全体的にはやっぱりね、総集伝なんで、うんうん、煮えになる方のが圧倒的に多いです、うん、なので煮え本位となります、うんうん、ですのでここでは煮え本位、小煮え混じりとしましょう。あ、こういうしかないね、これね。もうそれしかないですね。はい、じゃあ地肌の様子いきますよ。はい、綺麗だわ。いやー綺麗ですね。はい、いきますよ。山城殿に見えるような大変美しい清涼な木目肌ね、うん、の主体です。これが主体です、うん、で今丸で囲んだ部分っていうのはちょっと正肌っぽいのも混じって、うんうん、まあ大肌だよね。そうですね。で、あの細かい正っぽく見えるけどこれ木目です、うん、かなり細かい木目です。で、そこに今度右側見ててください、はいはい、そこにこういう板目が混じり合うっていうより溶け合ってるんです、うん、いやー難しいね。だからこれ金がだから柔らかいからこういうことになるんですよ。古い金って融合しちゃってんのね。すごい綺麗。でさらに、はい、これこれこれね、すごいですね。煮えの粒が一筋のようになった地形が混じってるでしょ、うん、でこれ切字したとこ以外にもいっぱい混じってます、うん、あの地肌の中にいっぱいあります。これ楽しむんですよ。そう、そう、古い総集って。でさらにまだまだありますからね、うんうん、はい、全体には地煮えもよくついてるんです、うん、だからキラキラしてると、うん、そうですね。なのでここでは、うん、いきますぜ、はいはい、清涼な木目肌に板目肌、地形混じり、地煮えよくつくと呼ぶことにしましょう。あ、もう名刀の、あの歌い文句ですこれ。はい、これ名刀の歌い文句です。あのね、こう呼ぶしかなかったんだけど、うん、はい、こうですねこれね。あの、これですよね。ドンピシャでしょ。名刀これですよね。そう、みんなあのね、だから全部の要素がちゃんと融合しているっていうものなので、お勉強には最適です、これ。これ私たち肉眼で見ると、地煮絵がすごくてすごい白く見えますよね。そう。これ。そう。うん。だから地煮絵っていうのもわかるし、ちょっと写真だと難しいんだけどね、地煮絵はね。まあ、地形はわかりやすいし、木目の細かいのってこうだ。
うん、板目が溶け合っちゃうってこうだっていうのがすごくよくわかるっていうものなので、うん、今一度ね、あの研ぎ師目線の時の映像なんかも振り返ってみてください、うん、はい、じゃあ帽子の様子いきますね、はい、はい、いきますよ、はい、乱れながら登っていって頂点付近はろうそくの炎のようにとんがってるんですよ、これ。でも若干返ってんのね、はいはいはい、あの頂点から、左側ですね、うんうんうん、を見ると若干返ってんだけど崩れてんの。うん、なのでここではもう単純にあの乱れ込んで火炎というふうにしましょう、うんね、いや、この火炎防止も見事だよ。見事ですね。なんか好きなんです、僕この火炎好きです。だから困るに吐きかけ気味って言ってもいいんだけど、はいはい、あのね、僕の独断と偏見でこれは火炎にしました。だって絶対火炎だもんね、これね。火炎ですね、うん、はい、では本日のまとめいきましょう、はい、大杯は刀身の中央付近に反りの中心位置があり、反りは浅めの中反り、鳥居反り、京反りであると。でこれは擦り上げ前の姿です。目くぎ穴が複数ある刀剣は擦り上げられて短くなっている。マス型の目くぎ穴は南北朝時代以前の刀剣に見られることがある。刃文は大乱れに金筋、稲妻、砂菓子、激しく混じる。匂い口は煮え本位、小煮え混じり。地肌は清涼な木目肌に板目肌、地形混じり、地煮えよくつく。帽子は乱れ込んで火炎。以上が本日のまとめになります。はい、政宗どうでした？綺麗だし、かっこいいし、長いし、いいですよね。なかなかね、あの政宗っていうのもね、うん、見る機会もあんまりないかな。うん、なのでね、あの動画だったらね、いつでもご覧になれますので、ぜひね、総集伝を勉強する際には政宗絶対に忘れずにね、頭にインプットするようにしましょう。はい、続いてはひたつらですよ。ひたつら覚えてるかな。総集綱広かっこ初代ですね。あのまあこれぞ総集伝っていうね、印象をつけるにはもうこのひたつらかなっていう気がするんですけれども、あの綱広のひたつらはとても見事と言っていいですよね。はい、ではそちらも振り返って一緒に見てみましょう。じゃあそれでは、はい、研ぎ師目線で刀見ていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、でははじめにですね、はい、中子の様子からお願いしていいですか。はい、うん、お、何も書いてないようですね。書いてないですよね、うんうん、これ、はい、まあ、すり上げされてるんですけど、うんうん、特にこの辺りからかな、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、うんうん、これ総集の、中子にの形に、すり上げてるんですよ。少しなんかこう下の方のが細い印象はありますね、うんうん、実際に見るともうちょい分かるかもしれないですけど、うんうんうん、この辺りですよね、うん、そうですそうです、はい、これね、棚子原とか、はい、あとはね、総集中子って言われるような格好にちゃんと前の研ぎ師さんがすり上げるときにまた再加工してるんですよね。素晴らしいですね、うん、これは鑑定ができる研ぎ師さんが上げました ね、 素晴らしい配慮だと思います。そういうとこも分かっちゃうんだね、す、はい、り上げでもね、はい、分かりました、はい、じゃあちょっと幅木も見てみます。これなんか変わってない、はい、おしゃれですよね。おしゃれだね、うん、これなんか名前とかあるんですか。これは岩石幅木ですか。そうだね、のちょっと優しめな、優しめですよね、感じの岩石だね。これこんくらいのが好きですね。うん、ゴテゴテはしてないね、うん、すごいおしゃれな感じ、ね、おしゃれだね、はい、はい、じゃあ刀身行ってみよう、はい、もうチラチラ見えてるんですけど、じゃあ刃文見てもらってっつってもなんかすごいことになってるけど、このあたりとか
すごいことになってます。これは何が起きてる？これはですね、まあこれ全部ね、油汚れに見えるようなところ全部波紋なんですけど、はいはい、これはひたつらっていう波紋ですね。おー、ひたつらね、はい、でもなんかその波しぶきが飛んだ下には大きい波みたいのもあったり、うん、ちっちゃい波みたくこう、うん、あったりするけど、こういうのは大乱れとかって呼んでいいんですかね。そうですね、大乱れにひたつら的な感じですよね。派手だね。派手ですよね、これめっちゃ派手ですよね。ね、そのまま切っ先まで行ってみましょう、はい、ずっとだもんね。ずっと派手で、帽子はどうなってます？帽子は見えるかな。お、僕これ知ってる、困る帽子、うん、けど、はい、なんかこう綺麗な困るじゃないよね。そうですね、あの、ちょっと登っていくところ、そうですよね、乱れ込んでるような、乱れ込んでる、うん、まあ、あの孤島によくあるやつですよね。なるほど、はい、じゃあ反対側どうなってます？はい、あ、こっちの方のがなんか、はい、シャープな感じがするね。シャープな、そうですね、うん、それでもやっぱり、うん、まあ乱れてはいるのか、ね、うん、あの神道、江戸時代入ると、うん、もうちょいこれがね、あの、まっすぐにそのまま入ったりするんで。ああ、そうだね、はい、うん、じゃあそのまま下行ってみます。はい、はい、あ、なんか、うん、こっちの方が落ち着いてる。あ、落ち着いてなかった。あ、結局やっぱりな胴体の方来たらこれあれですね、もうすんげー、はい、ひたつら立派ですよね。いや、かっこいいよね、やっぱかっこいいですよね。うわ、すげー、うわ、すごいですね、すごいですね、この迫力はすごいね。すごいですね。あ、で、中子は裏も無名と。そうですね、はい、もないですね。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは細かく見ていきましょう。はい、刀無名、宗州綱広初代。初代の署名は正広と切りますが、天正7年、まあ、西暦に直すと1579年に北条氏綱の命で鶴岡八幡宮奉納の大太刀を打った際に綱の字、一字ですね、綱の一字を賜って綱広と改名、小田原火事の祖となりました。すごいですね、これもすごいやね。そういうことですね。以降綱広は大正時代の16代まで続いたとされます。すごいなこれも、うん、これもびっくりだね。で、作刀年代は戦国時代から安土桃山時代頃、今からざっと400年から500年前となります。刀剣の時代区分としては古刀となります。はい、では次に大杯を見ていきましょう。本作は切っ先側に反りの中心があり、他の部分はまあ、真っすぐな見た目をしています。これは室町時代から戦国時代頃の刀のスタイルとなります。うん、実際にね、手に持って鑑賞すると反りの位置ってわかると思うんだけれども、はい、結構先反り緩いけどついてるのかな、まあ、これは。そうですね、うんうんうん、うん、ね、そういうものもあるので、これもちょっとね、覚えておくといいかもしれないです。はい、はい、じゃあ続いて中子見てみましょう。はい、これも作刀者の名前がなかったので、無名と呼ばれます。次に、目くぎ穴の数見てみましょう。はい、ああ、これもどうやら3つありますね。うん、ということは、うん、すり上げされた刀。そうですね。うん、つまり本来の長さよりも短くなった刀剣ということになります。うん、で、すり上げについては別動画で解説しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。はい、はい、では刀身の様子見ていきましょう。本日のメインですね、これね。そうですね、はい、波紋からいきたいんですけど、あのだいぶ様子が違うんでね、実はこれ、あの白く見えている部分すべて波紋です。ね、あのさっきのね、ヘッドマウントカメラの時と
時にもね言ってたんだけれども、そんなもんなんで、あの点線でトレースすると非常に見づらくなるんですね。なので今回このままあの進めようと思います。はい、波しぶきが散ったようになってますね。これは刀身全体に焼きが入った状態で、みんな焼くと書いてひたつらと呼ばれる刃文です。これ読めないですよね。みんな貝焼きとかって、ね、あ、そうそう、これでひたつらと読むんですよ。皆さん読めないよね。はい、でひたつらっていうのは総集伝の刀剣に多く見られる刃文ですので、例外もあるんだけれども、ひたつらを見たら総集伝で作られた刀なんだなと考えましょう。はい、でまた大きな波、荒々しい波っていうような大乱れもたくさん見られるんですね。なので刃文としては大乱れにひたつらと呼びましょう。でももういいですよ、あのもう皆さん単純にひたつらって呼んで大丈夫ですからね。もうこれねひたつらの刃文なんかあったら速攻で、ああ、総集の刀、ああ、そう大体わかりますよね。そう、皆さんね。さあ続いて、あの匂い口なんですけど、あのどこが匂い口ってなっちゃうんですね。で、あの言ってしまえば刃文の縁すべてが匂い口なんですよ。なので今回は見やすい部分を探しましたので、そちらをご覧ください。はい、こんな感じ。これね、ここブツブツ粗めの粒がたくさん見えるの分かります？あ、すごいですね。うん、白いところにあの黒い点々がいっぱいある感じね。粗煮えですね。はい、でなので一応あのこういうのは煮えできと、あの言い方変えて粗煮えなんて言ってもいいんだけれど、もうちょっとね、あの粗煮えっていうものが分かりやすいのがあるときにはそれ紹介しますねこれはちょっとね、確かに粗煮えなんだけどね。さあ地肌の様子どうでしょうかね。これもね、一生懸命ね分かりやすいとこ探したんですよ分かるでしょ地肌がほとんどないから、ね、まあ、そうなんですよ皆さん、ね、だから一応ねこれで言うと木目肌があって、木目の輪郭線が荒々しく見えるの分かりますよね。分かりますね。これはすごいですね。はい、本当に樹木見てるみたいですね。そう、このような肌は木目肌硬いと呼びましょう。なるほど。はい、でね、硬いって何っていうと、まあ、ゴワゴワとした見た目でとても硬い地肌のことを指します。これ問いじゃ硬いですよ。あ、トイでも硬いんだ。はい、トイじゃ絶対硬いです。じゃあ見た目もあるけれども、はい、研ぎ師からすると、研ぎ師に当てた時に硬いって感じるのもこれに含まれるかもしれないね。そうそう、ただこんだけひたつらあると、あの研ぎ出て硬いけど楽しいと思います。楽しいあのね刃文が、あのまあ、砥石ってほら細かくしていくじゃないですか、どんどん細かくしていくとどんどん刃文見えるわけですよ。そうすると、研いでる段階でまだ仕上げてもいないのに刃文が浮いて見えるんですよね、ひたつらとかって。あ、なるほど。なんで研ぎ感があるというか、その、達成感がありますよね、研ぎ師として。へえ、これは面白い見方だよね。わーってなります。なるほどねはい、はい、じゃあ最後にね、帽子見てみましょうか。はい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 、うね乱れながら登っていきましたね。で頂点で U ターンしてちょっとだけ坂下ったの分かります？最後ね、はいはいはい、ですので、こういうのは乱れ込んで困る返りこうねと呼びましょう。はい、で今回ね、新しく出てきたワードとしては返りっていう言葉があるんですが、返りっていうのは U ターンの後坂を下る部分ね、今矢印入ったと思うんですけど、ここですね、ここを帰りと呼びます。はいはい、あのさらっと覚えておいてもらえればいいです、ここはね。大体、はい、の刀帰ってます。そう、大体の刀は帰ってるから、あのもう言わなくなってるんだよね、帰ってんのが当たり前になってるからね。なんだけど一応今回お勉強のために困る帰りと、帰りというふうにしました。はい、はい、では本日のまとめしましょう。はい、大敗は反りの中心が切先側にある先反りである。先反りとは室町時代から戦国時代頃の大敗である。めくげ穴が3つあるのですり上げられて短くなっている。
波紋は大乱れにひたつら、匂い口は煮えできである。ひたつらとは刀身全体に焼きの入った波紋のことで、総集伝で作られた刀剣に多く見られる波紋である。地肌は木目肌硬い。帽子は乱れ込んで困る帰りである。これが、本日のまとめ、ですね、うん、綱広どうでした？ね、もう肌がほとんど見えないくらい、あの波紋で埋め尽くされている、これをひたつらと言うんだよと。でさらに、あのひたつらを見たら総集伝かなっていうくらいで特徴的なも、うん、ものでしたので、ぜひねこれもね頭にインプットするようにしましょうね。では最後いきますよ。長谷部でございますね。はい、ただちょっと注意、あの長谷部っていうのは総集伝でももちろんいいんですが、ここに大和伝をちょっと加えるんですよね。だからあのちょっとこう正面のねかかったものが出てきたりするなんていうのも特徴の一つですので、そちらもねしっかりとね頭に入れておきたいんですが、今回は総集伝の中に取り入れることにしました。もちろんね、あの総集伝の割合の方が圧倒的に多いっていうのもあるんですけれども、その辺もね踏まえながらねご覧になっていただけると、あの今後のね、お勉強の際にとても役に立つかと思いますので、一緒に見てみましょう。それでは研ぎ締め線で刀見ていきましょう。はい、よろしくお願いします。ではまずはじめに中子を見てみましょう。はい、よいしょ。どうかな、どうかな、あちょっとピンボケがごめんなさいね。お、どうでしょう、これさあ、はい、あの一番最初に見た村正中子に似てない？あ、似てますよね。でもくびれがあんまりない。うん、そうですね。へえ、これは何、なんか、うん、あ、綱広の時に、うん、総集中子っていう風に言ってたよね。あのすり上げてるけど、はいはい、あの下の方ちょっと細くした気遣いがあるっていう風に言ってたけど、うん、まあ、総集中子、要はあの全体的に言うと棚の小原、はい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 、はい、中子とかっていう総集によく見られる格好ですよね。これもやっぱりそれに該当する。あ、該当してますね。おお、なるほどね、うんうん、じゃあ続いて刀身いってみましょう。はい、あ、これは彫り物がありますね。あるから肌ちょっと見づらいかもしんないんだけど、うん、ちょっと肌からいってみる。はい、いってみますか。うん、ちょっとね見づらいんですけど、うん、私の目視だと痛めが見えます。はい、はい、どうです、あの、ね、映ってはいますよね、その欲は。うん、ね、いわゆる地肌っていう部分は、うん、僕は正目肌に見えます。ああ、なるほどなるほど。でね、あ、でもマサしか見えないかな。そっか、やっぱこれあの本当にね目視で見ないと。うん、うん、そっか、あ、目立っちゃってますね。ね、うん、じゃあちょっと波紋のスタイルはこれなんかどう。あ、なんか下の方は、うん、ね、ここブツブツしてるところが、はいはい、ごめんなさいね、ちょっとはい、それそれそれ、荒ぶってますけど。お、あ、波紋が荒ぶってる。グノメとかですよねこれ。でぐちゃぐちゃってなってるね、うん、で全体的の流れ的にはあののたれベース、はい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 、のたれベースにぐのめ乱れが混じってるような感じ、ね、大きな波とちっこいのが混在してると、うん、そうですよね。へえ、じゃあちょっと切っ先の様子、帽子の様子いってみます。はい、ちなみに、うんうん、ごめんなさい、あの、うん、研ぎ師的に言うと、うん、あのこれ僕が研いだわけじゃないんですけど、あのこれ研いだ研ぎ師さん、はい、あの波紋の取り方すげえセンスいいと思います。へえ、うん、すげえセンスがいい。それはどういうところで分かるの。ん、誰が見たって、うん、よいしょ、そうか、全体見てみれば分かるということだ。ちょっとごめんなさいね、あの分かりづらくて、あれなんですけど、あの、なるほど、あの波紋が何でしょう、こうバタついてるんですよ、あの全体的にどこに波紋があってどこに
あの地肌があってっていうのが結構あの不鮮明なところがあって、この長谷部でさあどうやって撮ろうかってなった時にこういう格好だっていうのをきちんとこう研ぎ師が見せてあげなきゃいけないわけです。羽取りする時にガイドラインの撮り方が上手ってことなんだね、うん、でちゃんとこの人はあの鑑定もできる研ぎ師さんですね、きちんと。ちょっとあの上のね刃文が、まあ、刀の上から半分から刃文ってまあでかくなってるんですよね、このはいはいはい、うん、でちゃんとそれをあの拾い上げてるんですよ、ちゃんと。これなんだろう、地肌に溶けてるようなあの刃文も結構多いんで、そこもちゃんと膨らましてこう研いでるっていうのは、へえ、センスいいなって、ちゃんと分かってんなんか、刀長谷部、うん、この刀のことをね、うん、じゃあ反対側見てみます。はい、うん、こっちなんか顕著にちゃんと膨れてこう、うん、かっこよく撮ってますね、うん、なんかさこの帽子あるじゃないですか、の中はうっすらこれ白くなってて、うんうんうん、なってますよね、これもやがかったようになってます。でちょっとその下行ってみてもらっていいですか。はい、ほらこの下もなんかほら丸いさあ、はいはい、ポツっていうのがあるけど、これはこれ飛び焼きです。そうです、刃文です。これが飛び焼きです、皆さん。はい、で、うん、この飛び焼きまでも拾うか拾わないかって、うん、ここら辺結構センス出るんですよ。へえ、これを全部拾っちゃうと、うん、なんだかわかんない、じゃあ全部白くしちゃうじゃんっていう形になったりしてくるんで、これをうまく表裏かっこよく揃えてます、コントギーさんは。だから上部の方、上の方で飛び焼きをちゃんと拾い出して、うんうん、下は多分ね丸いところがないんですよ、うん、なぜなら掘り物があるから。そうですね、だからわざわざ拾わなかったんだよね、うん、そうです。あ、じゃあやっぱり分かっていて、これは狙って上の飛び焼き取ってるんだね。取ってます、これわざわざ取ってます。あの俺でもこうします。あの鑑定分かってて特徴を分かってると、うん、あこの時代のこの刀はあのレシピだって分かってると、そういう研ぎにするんです、私たちは。なるほど、はい、そうすれば違う人が見た時、あの鑑定できる人らが見たら、ああなるほどって、上部があの刃文が大模様になってる、うん、これは古い総集物だとか、うんうんうん、そういう判断ができるようにきちんとすくい上げてますよね、研ぎを。ちゃんと教科書になってるんだね、この研ぎ点もね。すごく上手だと思います、この人。でさ、でね、ごめんなさい、はい、帽子、うん、これさ、サ帽子にも似てるように見えるよね。似てますよね。これ結構まあ担当だと結構こういうの応用多いんですけど、総集物、うんうん、総集物にもよく見られる、この、ね、乱れ込んで返り深いっていう感じですよね。ね、とんがってんもんね、上ね、そうですね、カッコンってね、面白いね。土を取るときに結構あれなのかな、取りやすいのかな、これが、うん、あかな、うん、ね、まあまあまあいいや、じゃあ、うん、ずーっと下行ってみましょう。はい、おお、で、じゃあ中子はなんか、はい、さ反対側、あれですね、はい、あ、ごめんなさい、ちょっと、おっ、あ、これ、皆さん覚えてます？これ純金ですよ、純金。取っちゃおうかな。ね、でもちょっとね、はげちゃっててかわいそうだけど、ハーセーベって書いてありますね。ね、見えますよね。じゃあこの辺りも、次の写真で詳しく見るところで見てみましょうね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは写真で細かく見ていきましょう。はい、担当金蔵顔名長谷部。初代長谷部国重は南北朝時代頃に山城の国、現在の京都府で活躍した刀工で、室町時代初期頃まで3代にわたり作刀をしました。初代は大和の国、まあ、現在の奈良県ですね、の出身で、当初は大和殿に属していた千住院派で学んだとされますが、後に相模の国、現在の神奈川県の鎌倉へと移住し、
総集伝を学びました。総集伝習得後は山城の国に移住、作刀に当たりました。以前ご紹介したね、あの左文字同様、政宗実鉄の一人とされています。やっぱり有名人なんだね。そうですね。そう、作刀年代は南北朝時代頃、今からざっと700年前となります。刀剣の時代区分としては古刀となります。では次にね、大敗を見ていきましょう。はい、本作は包丁のような見た目の平作りで浅く沿っていますね、うん、また身幅は広く、中後は刀身の長さに比較すると短めなの分かりますかね、うんうん、加えてこれ胸側から撮影しています、うんうん、胸側から見た時の刀身の厚みである重ねは薄めです、うん、こうした大敗は南北朝時代の円墳や丁字に流行したため、うん、円墳丁字型などと呼ばれています。大人気ですよ。大人気だよね。大人気の形、あのなかなかないんですよ。そうなんですよ。そう、うん、で、あの円墳とか丁字って何、うん、っていうと、あの今の平成とか令和っていう、うん、あの日本の元号と同じ意味です。うん、うん、まあこれはね、円墳丁字型っていうのはあの結構漢文浸透とかと同じくらいの頻度で出てくるワードですので、うん、ぜひねこの機会に覚えておいてください。続いて中子見ていきますよ。どうやら長谷部と文字が彫ってあり、そこに純金が埋めてありますね、うん、ね、あの安貞でもねご紹介したように、このような名は金象眼名と呼ばれています。本作の場合には作刀した時代に金象眼名を入れたのではなく、後の時代になって鑑定士などが長谷部と極め、それを金象眼で施したものになります。で、この極めっていうのは鑑定したといった意味になります。でね、気づかれた方もいらっしゃるかと思うんですが、まあね、カメラの時にもねちょっとね、気づいてたんだけど、残念ながら金象眼がねこれ欠落してますよね。ね、いくら分なくなっちゃったんだろうこれ ね、 ねちょっとねこれ全部埋めたいよ ね、 ね、豪華になるよね。でもまあ仕方ないですね、経年劣化です ね、 ね、これはね、はい。続いて中子の形状を見てみましょう。右側が湾曲し、左側はまっすぐになっています。で、その形状は船底に似ているのが分かりますかね。で、このような中子は、はい、船型中子や総集中子なんて呼ばれています。室町時代頃の総集伝の担当や、脇差しに多く見られる形状をですね、あ、ごめんなさい、鎌倉時代末期から見られるか、これは。うん、見られるかな。結構古い時から見られるよね。うん、うんうんうん、そうだね。こうしましょう。この中子の形状は、鎌倉時代末頃から室町時代頃までの総集伝の担当や脇差しに多く見られる形状、うん、ということにしましょうかね。そうですね。うん、ただあんまりないか。多く見られるって言っても、その見られる、多く見られる刀たちがレアなんだよ。そういうこと。それがレアすぎて。そうなんですよね。刀自体が残っていないので、うん、ちょっとね今ね、あの言い返しちゃいましたけど、うん、なかなか難しい表現になってしまうんですけどね。では最後にね、刀身の様子見ていきましょう。はい、はい、初めに刃文を見ますよ。下の方は小刻みな波が繰り返していて、うん、上に行くに従って大きな波になっているのが分かります、うんうんうん、ですのでここでは簡単に、のたれに具の目乱れと呼ぶことにしましょう、うんうん、でここでちょっと、刀身全体の刃文の状態を見ますよ。刃文の幅に広い部分や狭い部分があり、さらに上に行くに従って刃文の幅が広がっていくようになってるんですね、うん、でこういう刃文のスタイルっていうのは総集伝の特徴の一つですので、ぜひ覚えておいてください。は
あれ出ますから、テストに出ます。これはテストに出ます。これマジで、あの基本中の基本、うん、そうね、覚えておいてくださいよ皆さんね、次出すからねテストね。はい、次行くよ、うん、はい、匂い口見ますよ、ブツブツとした黒い粒見えますか。見えますね。はい、こういう匂い口は、ね、何度も出てきてるね、ニエデキと呼ばれます。地肌の様子はどうでしょう。まああのちょっとですね、今回ね、あの波紋が半分以上の面積を占めるもんでね地肌探すのが大変なんですね。てかないんです。ないですね。ですので今回は、波紋の中の様子も含めて解説します、うん、では初めに波紋の中を見てください。どうやら波紋の中は大胆な痛め肌になっているようです、うん、一方で地肌側では正目肌がよく観察されますよね、うんうん、ですのでこのような地肌は波中に大痛め肌、地肌に正目肌混じりと呼ぶことにしましょう、うん、もうこれはごめんなさい、仕方がないです。あの焼きが広すぎて見えない。そうですよね。うん、ので一応こういう風にしました。しのぎもないからね。そう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 。大変なんです ね。はい、次いきますね。帽子ですね。見てみますよ。はい、ゆったりと乱れながら登っていってストーンって落ち、うん、深く落ちたの分かりますこれ、うん。ですのでこのような帽子は乱れ込んで深く帰ると呼びましょうね。はい、ここでちょっと切っ先の波紋の中の様子を見ますよ。おお、これすごいでしょ。すごいね。ブツブツとした煮えの粒に加えて川の水が流れてできる砂模様みたいのあるの分かります？うん、これは砂菓子って呼ばれていて、総集殿で作られた刀に多く見られる特徴ですね、うん、なのでこの機会にこれも覚えておいてください、うんうん、あの、ま、小テストには出る、あの大きい本番のテストにはあんま出にくいかもしれないけど、総集殿に多く見られるだねそうだね、総集殿にね、の他の伝法でも入るよな、そうそう、うん、ただね、あんまりそこまで言っちゃうとね、うん、頭ね混乱してきちゃうから、うん、あのとりあえず総集殿の特徴の一つなんだよって覚えておきましょう。美濃殿でもよく見るそんなこと言わない今日のまとめいきます。大杯は平作り、浅い反り、広い身幅、短めの中子、薄い重ねの円分定時型である。中子は船形中子、またはね、総集中子と呼ばれるものでしたね。波紋はのたれに具の目乱れ、匂い口は煮えできである。地肌は波中に大痛め肌、地肌に正目肌混じりである。帽子は乱れ込んで深く変える。総集殿の特徴である波紋のスタイルに加え、砂菓子が多く見られる。以上が本日のまとめです。皆さんお疲れ様でございました。ねえ、総集殿どうでした？お腹いっぱいでしょ。あのね、五家伝中一番覚える要素が多いのが総集殿かと思われます。なんですが、一つ一つの要素がかなり個性的なんですね。ですので、あの逆に覚えやすいなんていうのも一つの特徴かなと僕は思います。でね、他にもね紹介したかったもので言えば、左文字、中島来なんていうものもね過去にご紹介はしているんですけれども、今回はちょっとね控えていただくことにいたしました。本当はやりたかったんだけどなっていうところもあるんですけれどね。あの今回のこの3振り振り返りをしたと思うんですけれども、これを踏まえて、あのご紹介のできなかった三文字とか中島来なんていうものもご覧になると、あ、そういうことなのかというふうにね納得していただけるかなと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方は、
チャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け刀の思い。バイバイ。